こんにちは、プロトリフチャンネルです。こちら宿根アスターと呼ばれているものです。アスターには大きく分けると宿根草のタイプと一年草のタイプがありますが、宿根アスターと言われているものはいくつかの種類があります。こちらは友禅菊とかミケルマスデージーと言われているタイプの宿根アスターです。丈夫な植物ですから次々と花を咲かせてくれます。宿根ということですから、花が終わった後には株元に来年の新芽がちょこちょこと覗き出してくるというのが宿根性のアスターの特徴でもあります。お日様は大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料はたっぷりと、こう月 2,3 回水溶性の肥料をやって、どんどんと株を大きくしてください。宿根アスターの中には背が高くなるような種類もありますが、このタイプのミケルマスデージータイプの宿根アスターはさほど大きくならないので、このままの状態で楽しむことができますが、背が高くなるようなタイプのアスターであれば、花の茎が伸びてきた時点で3分の1ぐらいを切っておかないと、うーんと背が高くなってしまってバランスが悪くなるので、同じアスターでも背が高くなるもの、背が低く状態で見られるというものがあるので、その点気をつけて品種選びをしてみてください。